しんちゃん、こんにちは。アクションダイエットの伊沢です。今日はですね、お腹をね、絞っていくパンチ腹筋という腹筋をね、やっていこうと思います。で、パンチ腹筋っていうのは普通ね、腹筋っていうのは真ん中ね、部分が鍛えられますが、その一つの動作でサイドも鍛える動きになります。まあ、簡単に説明すると、腹筋で上がりながらひねるひねるっていうパンチをね、打っていく、腹筋になってきます。で、まあ、やっぱりね、寝っ転がった状態で腹筋をすると、上がった時に重力でね、下がりに行くのをね、耐えるからきついわけで、それを今度はひねりながら耐えなきゃいけないので、さらにね、お腹に負荷がかかる、腹筋になってきます。ちょっと、動きもやってみるとね、意外と難しくて、で、効かせていくのも意外と難しい動きになるので、ぜひこの動画でコツをつかんでね、やってみていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、ちょっと動きをね、やっていきましょう。よし、さあ、それではやっていきます。で、動きとしてはさっき説明した通り、腹筋してひねるひねるっていう動きになるんですけど、ちょっとね、実際寝っ転がってやってみますね。はい、皆さんもよかったら一緒にやってみてください。はい、この状態、これ腹筋の状態ですよね。はい、まず腹筋するときは、この、なんだろう、寝っ転がってる状態でお腹に力が入ってるのを一回感じてみてください。全部一緒ですよ。上がるときも、ここに力が入ってる、力が入っているっていうことを感じる、この動き、はい、これ結構腹筋やるとき重要なんでね、覚えておいてください。はい、ここからひねるんですけど、上がってからひねるひねるだと真ん中を使ってしまうので、上がりながらもすぐにここの状態から手をこっちに出していきます。はいはい、上がれる人はここまで上がっちゃってもいいんですけど、上がれなくても効いていきます。全然上まで上がれなくてもフッってやるだけで効きます、脇腹。はい、でフッと出したら、下に落ちる前に反対の手を出す。はい、これがきついです。なので手を早く出さないと落ちちゃいますね。なので手をね、早く出す必要があるんですよ。ここから、はい、で、右左と打ったら、次は左右と両方ね、やっぱり最初に出すけど後に出すっていうのはちょっとね、引き方が違ってきたりするんで、平等にするために右左左右っていう感じでね、両方やっていくといいと思います。で、キュッキュッ下がる、はい、フッフッ下がる、フッフッ下がる、はい、もう動きとしてはこれだけです。で、注意点がね、注意点というか、この正しいフォームからだんだんね、フォームが崩れていくんですけど、それの崩れ方が多いものを、ね、ちょっと紹介しようと思います。が、さっき挙げた最初真ん中に上がってしまう、上がってからひねるひねるっていうこの動きになってしまう方が多い。はい、あともう一つは、腕がとにかくゆっくりフッフッフッっていう感じだと効かないので、しっかりひねるひねるっていうのが早く、ね、手を出す必要があります。もう一点、手を出すだけだとおへそがひねれなくても手は出せるんですね。こうやって、これだと横に効いてこないので、しっかりひねるひねるひねる、ひねる、はい、こういう動きが必要です。もう一個、手が横に出てしまう方も多いです。これは手は前に出します。こっちにひねるんだけど、手は前に出すことがきつい。お腹は横にひねってんだけど、手は前に出す。これ結構ね、重要ポイントなんで、それ覚えておいてください。はい、っていう感じ、それぐらいかな、気をつけるところは。これが、正しく、フォームをしっかりひねれて、早くできるとかなり、効いてきますね。はい、ちょっとやってみましょうか。はい、
じゃあ30秒いきましょう。30秒でですね、こういうものは全速力でやらないと意味がないので、下がってトントンってやったらすぐ下がってついたらすぐ上がるってことが重要です。はい、で例えば30秒初めてやる方は持たないかもしれないです。30秒やりきることが大事ではなく、全速力で10秒でもう限界ってなっちゃったらそっちの方がいいんですよ。セーブして30秒やりきるよりも10秒全力でやって10秒でもうきつい、それぐらいの方がまだいいです。なので、とにかくねスタートって言ったらもう全速力でね、頑張ってみましょう。はい、じゃあ 30秒ねやってみましょう。じゃあ下からいきましょう。はい、ではいきます。5秒前です。3秒2 1いきましょう。はい、どうですかね。もう今僕でも相当お腹効いてます。皆さんどうでしょうか。これね、お腹にしっかりとね真ん中だけではなくて斜めもう効いてれば、このままね継続していけば効果が出てくるってことがね分かると思うので、ぜひ今効いてるなって方はこのまま続けてみてください。で、意外と全速力でやると息を吸うタイミングがね少ないんで、結構呼吸もハラハラしてくると思います。なので逆に呼吸がねハラハラしてない方はまだいけるなって思ってもらっていいと思います。で、ちょっと効きが弱いなって方は一回ねもう一回ゆっくりやってフォームをとにかくチェックする。はい、でもゆっくりじゃ効いてこないんでそれを早くやってみるっていうね試行錯誤をねしていく必要があります。はい、ただやっていけばやっていくほど腹筋はついてきて効き方も分かってくるんでね、とにかく最初が一番肝心なんで、ぜひともね最初は、続けていく継続するぞっていう気持ちで、やってみてください。はい、ということで、今日の動画は以上となります。今日はねパンチ腹筋をやりました。もし気に入っていただいた方はチャンネル登録高評価、あとツイッターもねやってるんでぜひフォローの方もしていただけると嬉しいです。はい、僕たちはこういったね、まあ、筋トレだったりとかアクションを使った、ダイエットジムをやっています。もしね興味を持っていただいた方は体験レッスンっていうのもあるんでね、ぜひ概要欄にあるホームページ、あとはツイッターの DM からも予約は受け付けてますんで、ぜひそちらからお気軽に連絡いただければと思います。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。